はい、本間俊彦ライディングチャンネルやっていきたいと思います。今日もトラックからです。今日はね、なんかね、いつも僕元 GP しか見ないんですよ、ビデオ。予約、録画して。で、まぁ、ちょっと今回元2をちょろっと見てみたいなんですけど、なんか日本のね、メーカー、シャーシーメーカーが出てるっていうのを、まぁ、初めて知って、へぇ、そんなチーム出てるんだって言って、NTS か。NTS は電話か。で、まあ、そのチームがね、出てるみたいで、どんな風なんだろうと思って、いろいろ、見てみたら、ライダー、シャリン、まあ、東南アジアのライダーでね、あと若手の17歳、バリーかな、なんか出てましたけど、まあ、その、僕ね、東南アジアはね、20年前、年に5、6回、教えに行ってたんですよ。で、ね、まあ、どんな感じのライダーがあって、まあ、気質とかね、よく知ってて、まあね、東南アジア、まあ、のライダーって何、ね、もう、根性と、もう気合と、もうほんと感覚だけで走るんですよ。で、まあ、当時から比べたらもう20年も経ってるんで、まあ、歴史はできてきたんですけど、やっぱり文化っていうのはね、まだまだ根付いてないっていうか、まあできてきてないっていうね部分があって、まあまあ気合まあだからまあ開発ライダーには二人とも向かないですよね、どう見てもね。本当にできたを出来上がったオートバイに乗ってもらって成績を出すという二人ともライダーですよね。若手だし、まあ両片方もまあそういうちょっとまあ開発っていうよりも、もうその、感覚だけで行くっていう感じなんで、まあ、開発には向かないライダー。で、じゃあ日本人な、誰が対、で、日本で誰がテストしてんのかなと思って調べたら、ちょっとまあ、インターネットではね、探せれなかったんで、多分日本では誰かやってると思いますけど、まあ、でも、2、3年ぐらい前から出てるのかな見てみたら。で、まあ、年々、その、成績が落ちてってる。で、もしかしたらね、これ、日本でテストしてなくて、まあ、レース出ながらね、それをテストにしてるわけないと思う。そんなことはないと思うんだけど、もうあの二人じゃテストになんないんで、本当に言い悪いしか言わないんで、で、ね、言い悪いって言ってもね、前に置いてかれるから悪いっていうだけで、それは走り方が悪いのか、自分が悪いのか分かってなくても、ここが悪いですっていうのが、やっぱその若い子と、まあいう東南アジアのね、やっぱその歴史はあるけど、まあ文化がないライダーっていうのはやっぱ判断がそうなってしまうんで、まあ開発ライダーにやっぱ向くっていうのは長年やってて、昔早くてね、長年やってて、そこそこの成績がずっと持続できてて、なおかつ、まあ、チーフメカニックと一緒に長くやってて、そういうライダーをチーフメカニックごと引き抜くという風だったら、やっぱ開発はできると思うんですけど、ちょっとね、車輪にその長年ついてる、マレーシア人だっけ？ライダーのチーフメカニックじゃないだろうし、多分車輪はずっと、まあ、ヤマハ乗ってたんですけど、まあ、おんぶに抱っこっていう、まあ、曲がりません、止まりませんって言うだけ。で、はい、はいってメカニックが聞いて、こう、あ、良くなりました、悪くなりましたっていう、だけの、その、感じだと思うんですよ。わかんないですよ、僕の妄想ですけど、まあ、そういう感じだと思うんで、まあ、その、出来上がったもんね、シャーシー、結構レベルの高い出来上がったシャーシー乗せるんだったらいいですけど、開発にはまあ全く向かないライダーですよね。で、まあ日本でね、誰がやってるのかって結構調べたらね、出てこなくて、まあ内々にやってるのかなと思うんですけど、まあ本当にまあ、チーム、パッと見たチームね、パッと見たらさ、あれこれただ参加したいだけなんだって思ったんですよ。で、まあ、年々、まあね、そのね、成績が落ちてるっていうのは、チーム自体のレベルも高くないっていう、まあ、開発テストができない。ネジの締め忘れとかね、その部品の交換がやっぱりね、うまくできないとか、そういうことは全くないと思うんですよ。もう素早い対応ができて素早くできるんですけど、やっぱりものづくりができるメカニックっていうのはもう、本当にいないですからね。
ワークスが抱えちゃってますから、本当にないんで、まあ、その辺を、どっかから探してきて、やってもらうかっていう、まあ、誰かがね、開発っていうのは引っ張っていかなきゃいけないんで、ライダーが知ってるならライダーが引っ張っていくだろうし、まあ、チーフメカニックがもうその開発、ワークスを長年やっててね、開発をバッチリ知ってるっていうライダーが、メカニックの方がいるんだったら、まあ、その人が引っ張っていくだろうし、まあ、チームオーナーが、その、長年、その、ワークスでね、培った開発能力があるんだったら、まあ、チームオーナーが引っ張ってくるんですけど、まあ、チームオーナーも調べたんですけど、レースって出てたのか出てないのかちょっとわかんなかったんですけど、まあ、そういうメカニックとして、ヤマハとかいう、鈴木とか、ホンダにいた方なのかちょっとわかんないですけどね、で、開発を長くやってる方だったらまだいいんですけど、まあ、どんどん成績が悪い。もう本当にね、あれではちょっとまあ、あのライダー、もしかしてね、あのライダーだけでテストやってるんだったら、まあ、ただ参加してるだけっていう話になってくだけですね。まあ、ちょっとね、厳しい意見ですけど、まあ、日本人としてね、頑張ってほしいんで、まあ、僕の、妄想を、まあ、ズバリと言ってるんですけど、包み隠さずね、言ってるんですけど、まあ、もしかね、日本に、で、誰かがテストしてるんだったらもうちょっと頑張ってね、いいものを作って、現地に送るっていうことをね、してあげないと、あの二人ではちょっと、開発テストっていうのはもう進まないと思うんで、もうちょっとね、頑張ってほしい。どうせね、何億も使ってるんだろうと思いますから、日本人としてね、頑張ってほしいなと思いますよね。まあ、MotoGP もね、どんどんなんか、日本のチームは盛り下がっていく方向にあるんで、せめてね、MotoGP が、日本のメーカー、シャーシメーカーがあるっていうことなんでね、頑張ってほしいんですけど、逆に先に先陣を切って盛り下がってってるんで、なんとかね、今後もうちょっと頑張ってほしいなというふうに、元2をちょっと見てみました。まあね、日本で頑張ってるかもしれない、わかんないですけど、もうちょっと頑張って、日本で、フレーム作ってよ。本当にね、世界でね、成績出してください。元2のね、NTS ですか、チーム。頑張ってください。それでは今日はね、こんなところです。以上です。